こんにちは。ディナー&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、お買い物はその65、コリアンマーケットで見つけた商品は、という話です。隔週で、お買い物に行くコリアンマーケット、気になる商品をね、買ってみたという、そんな内容で今日はね、お届けしたいと思っております。いつものように、買い物のスタートはコストコです。前回コストコは日曜日に行っておりますが、またね、食材の方がちょっと足りないかなということで、今回同じ週にもう一回来たという、そんな状況であります。これからね、お孫ちゃんを預かって、夜のね、食事もさせるという予定がありますのでね、それに合わせまして、少し食材をね、補充するということで、1週間に2回来るというのはめったにないんですけれども、コストコの方に来ております。やっぱりこれ結構空いてますね。日曜日に比べれば、多少はね、少ないのは当然ではありますけれども、オープンしたてで、非常に空いている平日のコストコであります。前回、お伝えした時に、牛乳がね、ないという、いつも買っている牛乳がなかったというお話をしたと思うんですが、そして、1本だけね、同じような牛乳を日系のマーケットで買って、1週間持ちこたえてみようということでやりましたけれども、やはりね、コストコの牛乳買いたいので、今回はそれが、メインになるかと思いますけれども、買いに来たということであります。ご覧のようにね、空いてますよね。このところ LA、 ロサンゼルスは結構雨が降る、そんな天候だったんですけれども、今日はね、比較的天気が良かったということでね、その辺の天気の関係もあるのかないのか、よく分かりませんけれども、コストコの買い物のスタートはバナナからという、カリウムをね、補給したいということで、バナナを毎回買っていると。そしてね、前回、お伝えして買えなかった牛乳があるかどうかということで入りました。ありました。すごい、3ブロックも4ブロックもありますね。どういった理由で日曜日に入荷していなかったのかは分かりません。そしてこちらがね、卵ですよね。牛乳はそれほど品薄ってことはなかったと思うんですが、卵の方はね、やはり鳥インフルエンザの関係でまだ購入制限があって、昔に比べれば随分高いという、そんなね、状況でありました。特に、今回はいつも買っているものプラス牛乳ということでね、コストコの方買い物終わりまして、次は、隔週で行っている、コリアンマーケットの方へ、行ってみるという、そんな感じでございます。で、今回今コリアンマーケットで買いたいのは、スムージーに入れているケールですね。そしてね、あとピーナッツとか、その辺がいつも買っているもので足りなくなっていますし、あとはね、白菜とかキャベツとか、その辺が足りないので、そちらをね、買いに、コリアンマーケットに行くということになっています。
そしてね、コリアンマーケットの方に着きました。やっぱりね、空いてますよね、道の方はね。道は空いてるんですが、ここを曲がったところですね、駐車場がなんか混んでるんですよ。これがね、ちょっと理由はわからないですね。中に入ってそんなにたくさん人がいたというわけではないんですが、なんかね、駐車場がいつもに比べると混んでいるなという、ちょっといつもと違うなという、そんな感じがいたしております。これがケールですよね。そして、野菜類、今回はキャベツですね。それからさつまいもとかね、ちょっと高かったです。こちらがピーナッツですね。これはいつも安定なお値段。そして今回ね、サバが安かったんで、やっぱりね、このサバの水煮欲しいのでちょっと買ってみました。これはキンパですね。そしてね、今回はサバを2匹ほど買って、それをねちょっと調理したいというのと、今回見つけた中で、さぬきうどんが半額ぐらいで売ってたんですよ。もちろんね、日本のさぬきうどんではないので、違うとは思うんですけどね、これもねちょっと面白いんでね、買ってみました。でパッケージを見る限りはね、なんかエビ天が入ってるのかなっていう、そんな感じに見えたんでね、ひょっとしてお買い得かななんて勝手に思いまして、帰ってお昼に食べてみるということで、このさぬきうどん、果たして、コリアンマーケットで売っているコリアンのさぬきうどんがどんなものなのか興味がありますのでね、これはね一回丸か×かは分かりませんけれども、試してみたいなという、そんなことでね、買ってまいりました。まずはね、サバの方から、もう簡単です。とにかくね、サバ全部さばきまして、ぶつ切りにして、そしてね、この圧力釜で単純にもう水煮ということで煮るということですね。今回はね、だし醤油とそれから、生姜でね、煮てみました。煮ている時間もね、前回ちょっと骨が硬かったんで、今回30分煮てみました。こんな感じですね。でこれがね、いや美味しいですよね。一応これノルウェー産ということでね、どうしてこんなに安く売れたのか分かんないですが、いつもよりはね1ドル安でしたね。1パウンド2ドルということで、このぐらいのね大きさのサバです。そんなに大きいわけじゃないんですが、だいたい2センチかな、そのぐらいのぶつ切りにして、このティファールの圧力釜でねやって、だいたい1食につきこのぐらいずつティナさんと2人で食べるということになります。こちらがね、讃岐うどん、パッケージを見るとね豪華なんですよ。そんなのが中に入ってるのかなっつって中出したら、どうもね、そのエビ天は、エビの天かすなんじゃないかなと思うんですよね。で開けてね入れてみましたら、案の定ね、エビの粉の入った天かすと、四角のね油揚げでありました。そしてスープがね、これがね讃岐うどんのスープじゃなかったです。なんか酸っぱかったですね。そんなこんなのね、コリアンマーケットで見つけた商品でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。